番勝負は、主として、囲碁の棋戦や、将棋の棋戦などにおいて、同じ2名の対局者が複数回の対局を行い、勝ち数が多い方を優勝者等とする仕組みを指す、言葉である。番は対局の局数を意味する助数詞であり、本来は、七番勝負のように、関数字を関して表記するが、様々な番数の勝負の総称として、番勝負という。囲碁では、 番号という言葉を使うことも多い。番勝負には次のようにいくつかの形態がある。現在の番勝負では勝負をつける必要があるため、奇数番の勝負が普通である。3番勝負であれば、先に2勝した方が、5番勝負であれば、先に3勝した方が、7番勝負であれば、先に4勝した方が勝ちとなる。現代では勝敗が決した段階で、残りの対局は、 キャンセルされるのが一般的だが、過去には将棋の王将戦における差し込み制のように必ず決まった対局数まで対局を行う例もあった。なおキャンセルされた対局について会場となる施設へのキャンセル両党の支払いは原則として行わないが、代わりに翌年の同期戦で前半の対局を割り振るなどの配慮は行われるという。 また前夜祭等のイベントについては内容をお囲む会などに変更して行われることもある。以後の7大タイトル戦、将棋の全8タイトル戦はすべてタイトル保持者と挑戦者1名との番勝負で優勝者を決める。以後の番勝負、なお黒番と白番の回数が不平等にならないように第1局開始時に握りで第1局の戦後を決めた後は 一局ごとに戦後を入れ替えて対局する。勝負が最終局までもつれ込んだ場合は、再度、握りが行われる。また、昔の番勝負とは異なり、現代の番勝負では、コミが採用されている。将棋の番勝負、なお、先手番と後手伝いの回数が不平等にならないように、第一局開始時に、振りごまで第一局の戦後を決めた後は、一局ごとに戦後を、 入れ替えて対局する。勝負が最終局までもつれ込んだ場合は、再度、振り駒が行われる。起用戦挑戦者決定戦二番勝負については二局とも、振り駒が行われる。将棋の番勝負の例外江戸時代から、明治、大正にかけては、騎士の数が少なく、そのため強さの序列をつけるのに同じ相手と何局も、戦い、その結果によって決めていた。 特に必要がある場合に期間を決めてまとめて打つこと、指すことがあった。有名なものとして次のようなものが挙げられる。昔は上のように玉数番の番勝負が普通であった。というのも2局1組の手合割というのがあったため、不公平のないように、また実力白中、あるいは実力差が手合割に見合うものならば、 あえて勝負をつける必要がないという考えがあったためである。チェスでも大きな大会の決勝などでは同じ相手と複数回対局するシステムが取られ、これをマッチという。局数を明示する場合は、例えば4番勝負ならベストオブフォーマッチと呼ぶ。囲碁や将棋とは違い対局数は偶数で白と黒を同じ回数ずつ持つ。 通常は引き分けを0.5勝と数え、過半数の勝ち数を上げれば勝ちとなるが、引き分けを数えず、決まった極数を勝った方が勝ちとなる場合もある。対局数を偶数とするのは、戦後の回数による有利不利をなくすためと、引き分けが多いために、以後、将棋のように奇数局としても番勝負全体での引き分けをなくすことができないためである。その他、 北米四大プロスポーツリーグのうち MLB、NBANHL や日本プロ野球など各国のスポーツのポストシーズンではこの方式を採用しているものが多い。プロレスでは未来のエースと目された若手レスラーの試練などの理由で十番勝負という企画が行われることがある。大物レスラー10人が対戦相手を務める。ジャンボツルダのジャンボ 鶴田試練の10番勝負、藤並辰美の飛留10番勝負などが有名。7番勝負の場合もある。質問、キャンセル料は竜王戦中継プラス2008年12月17日、久保王将を囲む会のご案内日本将棋連盟、2018年3月16日。ただし、コミのルールは、現代では番勝負に限ったことではない。加藤一文、九段引退会見。 伝説の十番勝負で、名人ダッシュ、魂燃やして戦った、三景新聞社、2017年6月30日。手合い割は一度目は、道地の手先。二度目は不明、一度目はすべて寄付が残っているのに、こちらの方はなぜか寄付が一曲も残っていない。上記の道、越、三地が争い号を打つ前に、五条号で対戦することになり、申し合わせで事後にしたことから、 その個人に習ったものらしい、葬儀は十六歳、印たちは十二歳。囲碁の互い戦は、本来一局ごとに互いに、先手番と後、哲害を交換して打つという意味であり、将棋の平手も同様である。また囲碁では、手先と西の間に、先に、将棋では、平手と京父と間に、平香り交じりというのがある。ありがとうございます。